さんこんばんは。毎日少しずつ自分で考えて曲をどう表現すればよいのか考えながら弾くことがピアノ上達にもつながります。子どもたちも喜んでレッスンに来てくれることを先生も感謝しております。少しずつピアノの曲イメージしながら柔らかく曲のイメージを持って弾くのがポイントです。森のざわめき。今日もレッスンでお話ししましたが、自分で考えて少しずつ鍵盤に触れる習慣を身につけることでピアノ上達につながりますが、子どもたちも忙しい毎日を送っております。誰でも 100% 完璧ではありません。温かい目で生徒を育て褒めて伸ばすことも大切だと思っております。レッスンに来るのが楽しいから子どもたちは来てくれております。森のざわめきをお届けしました。それではまた。いつも元気のトレビファ音符姫、毎日よく練習しております。打鍵の位置、手首や肩を食パンスライムのようにイメージをしてみてください。お化けが来るぞ、お化けが来るぞ。柔らかく柔らかく手首や肩の力を抜いてリラックスしながら弾いてみてください。音楽はリラックスです。柔軟体操を共に楽しんだり、子どもたちが楽しいなと思う気持ちがピアノ大好きにつながります。それではまた。バイバイ。バイバイ。